意外とすぐ乗れたね。
Us. シホと会って救われた時にね、思ったの。出会いは宝物。私、もう逃げない。自分にちゃんと向き合って、今度は誰かを救ってあげたい。でも、まだちょっと不安だから、君にも手伝ってほしいな。 なんかようやく君と同じとこに立てた気がする。君と出会えて本当によかった。我は汝、汝は我。汝ここに千切りを血盟の絆へと転生せしめたり。 絆は反逆の翼となりて、魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、恋愛の究極なる秘王に目覚めたり、無尽の力を汝に与えん。よし。 よし。 これからもちゃんとそばにいてね。 うん、嬉しい。 ご乗車お疲れ様でした。まもなく乗降口に到着します。もう終わり？観覧車なのに景色全然見なかった。君ばっか見てた。降りる前に一個くらいカップルらしいことする？ おう、帰ったか。 よし。よし。なな。
よし。なるほど。信用できないわ。
こんにちは。 行きますよ。 無理ですね。
いかがですか？お？しょうがねえな。マジかよ。任せた。おい。すごいな。よし。
そういえば、質問です。これだ。やりますね。早くなんとかしなさい。
おい囚人、私に何か用でも？あなたの軌跡です。このペルソナをしてはお持ちの立ちつきが。もう終わりか？なんだ、せいぜいあがけよ。君か。なぜだ。聞いてくれ。
ああ、帰ったか。この記事って、この間新宿のバーで会った女記者が書いてるんじゃないか？やっぱりそうか。分析、大谷一子ってなってるぞ。なるほど。記事ってのは使えるかもな。この記事をパレスの主が見て、怪盗団への認知が変わったとしたら、おい、これを放っておく手はないぞ。怪盗団に都合のいい記事を書かせれば活動もしやすくなるんじゃないか。女記者に会ってもっと怪盗団の記事を書くよう交渉してみようぜ。なあなあ、
おい。マジかよ。なんてことだ。つけておこう。